スタート。あ、はい、老人活動の僕の今後の展望の中です。ちょっと今日はいつもと違う服装しますけど気にしないでください。あ、そこでですね、八王子ビル、たまに遊びに来てください。どん底学園に乗って活動していました。で今期ですね、12月の末に、こちら、新春初笑いパラルスグロというのを作りまして、まだ屋台の方にですね、少し残っておりますので、もしよろしければ、ぜひ手に取ってみてください。で、なんか、500円玉とですね、お湯を取ったら、急に突然これに変化するという噂があるので、ちょっとよろしくお願いします。で、2013年8月の夏を見出したのが、アクメ大全の2013年版です。スペックですけども、370ページを置いて500グラムぐらいとなるんですけども、一応初心者向けの、もともとこれ自体は、役に立たない145、500億ちゃんと紹介するというわけなんですけど、初心者向けの、解説が50ページほどついてまして、最近の、シーパーファイルとか、あと、PLN とかをちゃんと補足、お話ししてますので、ぜひ、手に取ってみてください。あと、2個ほど残ってます。はい。で、去年、2019年の表紙が非常に評判悪かったんですね。なんか、これだと買えないって言われてしまいまして、しゃあないから、じゃあちょっと緩めてみたのが2013年の前なんですけど、で、各方面から反応がありました。藤本さんから表紙がエロいって言われました。この表紙でもなかなか。で、OS コンで北海道 PM の人がこれを展示したら、エロ本持ってこないでくださいって言われて、おーいってですね、なんかおかしいな。で、誰もし、ちょっとエロ本って言われましたけど、いきなり気象があった途端に、もうちょっとね、割と心を取りますね。で、もう一個、東海で覚えていればあっても、これは東海で覚えるシリーズと、できる何とかシリーズを悪名だったりさせたやつなんですけども、非常に10日間で審判補佐になれるっていうですね、嘘丸出しの本です。で、これ、急いで作って、夏コミのですね、当日にこう作ったもんですから、急いで作った時に、どんどこなみや間違えちゃったんですよ。自分のサークル間違えるとは思っていませんでした。はい、パピクスさんで一晩で作業してみました。すぐやってます。次、第2話、シリーズの話。今回ですね、大笑いを舞台にして、某あれにちょっと似ているやつを作りました。これ、シールどうですか？はい、シールダメですね、本当に毎回。200枚くらい作ってるなりに、100枚くらい余ってるなりに、これほど余ってまして、残念、残念。はい、持ってってください、お願いします。はい、シールのボツネタ、進撃の巨人やろうとして、進撃の同人になってしまいまして、これはちょっと自分の同人誌なんて話になったので、ちょっともう一個、カンコレがありました、カンコレ。ラップしてカンコレ言ったら、ダンコレですよ。頭あたりだったので全然ネタがあるのできなかったですね。どうしてもこれぐらいが限界でしたね。空気やまあ許してください。で、もう一度さんですね、 IT やらんで、ジョジョとかまとまりに観光みたいに全然関係ないのしなきゃいけないのは、戦隊ゴルフみたいなすごいぐさっとしてしまってですね、資料結構心が折れてますけども、まあしゃあないかなという感じで、どうもありがとうございました。はい。